まりは大原ですのでね、小さい時から大原に住んでますので、まあ、大抵大原のことやったら、知っているつもりです。はい。大原でね、昔の詐欺扇、この辺の、独身じゃなしに結婚なさって、からの衣装、だから野良仕事とか山の仕事とか、それから町に出稼ぎに仕事お金儲けのために行く時に着る衣装、それが大原面ですね。紺の着物に、かすりの舞いかけ、紺っていうのは藍染めですのでね、虫とかそういうものに壊れないように藍染めをした紺の着物、舞いかけは、着物が汚れないように、腰に巻くのは、それが特色です。京都の町って、路地が多いので、そこの路地入るのには女の人が頭に白を乗せて、各家庭の、取引先って決まってるので、そこへ売りに歩かれるのが現金収入もあるし、それが仕事。